はい、今日も Vlog です。アリエクスプレスでいつも通り買い物をしてるんですけど、今日はちょっと変わったパターンだったので面白かったのでお伝えしておくと、最近流行りのシノトランス EX っていうところで、なんか最近国内配送は佐川さんが持ってくるんですけど、今回はですね、たまたま私が複数個買ったやつがなんか同時に送られてきました。なんかなかなかそれもすごいなと思うんですけど、中国で買ったものが一回日本国内のどっかこのシノトランスの配送の場所に持ってこられた後に、このシノトランスがまとめて配達するっていう、なんかもう郵便局みたいな仕事してますね。なんか、まあ、こんな同じ家に物が何個も届くことがそんな同時にあるかっていうとなかなかないと思うんですけど、私みたいな買い物をしてると結構あるみたいです。この封筒自体はですね、いつもの中国から来るラベルが貼られてる封筒なので、郵便物がシノトランスエアーで一回まとめられて送られてくるって感じですね。なんかすごい面白いパターンでした。で、中身を何かがわからないんで、ちょっと福袋的な感じのところあるんですけど、開けてみるとちょっと、はい、また奇想天外な状態ですね、これ。ちょっと見せられないですけど、封筒の中にまた封筒が入ってましたね。ああ、わかりました。一つはインテルのモジュールですね。買った順番とは全然バラバラで、最近買ったやつが来てますね、これ。一つが Wi-Fi 6E の、モジュールですね。パソコン用なんで、ちょっとこれはつけてみるっていうのは、またそのうちやってみたいなと思いますと。で、もう一個が、ツイッターでちょっとつぶやいてる方がいたので、面白いなと思って買いました。ボルトの頭の大きさにこだわらず、締め付けができるレンチのソケットって感じですね。こういうのって、ここ数年流行ってて、中にピンがブワーッと入ってて、押し込むと、任意の形に、なんていうんだろう、ピンがへこんで、どんな形のボルトでも締めれるみたいなツールがあるんですけど、これはなんかどちらかというと、ラチェットみたいになってて、周りから締め込むと、六角形の形で、このピンが、入っていくので、ある程度のボルトの大きさに対応できるっていう感じのもんですね。あれですね、ちょっと内側にはフリーなんですけど、外側は押し付けて締める感じなので全然使えるかな。ただちょっとこっちがラチェットの大型のもんじゃないとちょっと対応しないので、構造的にはなんか全然使える感じの構造ですね。精度がどうかっていうと、なんかあまりがっちりした精度ではないですけど、あんまり大きい六角ボルトのソケットってあったら便利なんですけど、全部持ち歩くのめんどくさいし、だいたい欲しい時になかったりするじゃないですかなんかそういうこと考えると、こういうので、ある程度ダイヤは小を兼ねるみたいな感じで、どんなサイズのボルトでも締めれるようになってるんだったら、もうそれぞれで便利かなって気がしますね。なんかちょっと締め込んでいけば締め込んでいくほど、この六角形の精度の悪さというかばらつきが気にはなりますけど、ボルトを入れて締め込んじゃえば使えそうな感じですね。これと同じ構造で M5 とか M4 とかが締められるようなボルトに対応しているソケットがあったら、ちょっと買ってみてもいいかなっていう感じのもんでした。今ちょっと向こうで試してみたんですけど、全然使えましたね。はい、続いてですね、これは国内の Amazon で買ってみたんですが、カメラのホルダーですね。前回アルカスイスのクイックリリース集の話をしたんですけど、こういうアルカスイスのクイックリリース集があるんですけど、これを簡単に付け外しできるようにするためのバックルですね。なんかネジが取れてる。あ、ネジが出てきた。やべえ、ネジが出てきたこういうショルダーバッグとかにこれをつけておくと、カメラをガシャッとここに取り付けて、歩くときに手で持って歩かなくて済むっていうようなバックルがいろいろ売られてるんですけど、高級品は8000円9000円するんですが、これはですね、アルカスイス対応で2000円ぐらいでしたね。毎回安いものを買って、安いのってどうなのと思いながら買ってるんですけど、安くて使えるんだったら言うことねえじゃんっていう話もあるので、今回はちょっとこれ買ってみました。ポロリと落ちるネジはどこについてるのかもうちょっとわからないんですが、なんだこれ、中からネジがポロポロ出てくるんで、ちょっと何を信用していいかちょっとわからなくなってきてましたけど、よいしょ怖えな、いきなり3箇所ネジが取れてますねこれ。しかも六角か、これ多分ね、本来取れちゃいけないネジですね、ここについてるやつはこれ、ちょっとこういうネジはもう取れちゃいけないって分かってたら、ロックタイトとかでがっちり締めておいた方がいいかなって気がちょっとしてきましたけど、もう全部緩んでますね。こういうネジの緩みが一番怖いですね。取り付けられたと思って脱落するパターンなんでよろしくないですが、すげえな、ネジ締めてねえんじゃないのこれ、全部緩いですね。だからちょっとこういう構造上、振動するだけで緩んでくるようなネジは、これ締めただけだとやっぱり緩んでくるんで、こういうのはやっぱりちょっと軽くネジ止め用の接着剤で止めとくべきですね。物はですね、正直クオリティ全然悪く見えないかな。2000円のやつも8000円のやつも多分質は変わらないですね。
まあ、構造はちょっといろいろ考えられてるか考えられてないかみたいなところあると思うんですが、基本的にはですね、まあ、これどれも同じような構造なんですけど、開いてここにあのベルトですね、紐状のベルトを挟んでこうやって止めて、ベルトの中間にこれがいる感じになるんですが、この状態でベルトにつけておくと、まあ、このアルカスイス互換のこのアダプターをつけたカメラとかをガシャッとここに取り付けて持ち歩く、外すときはこのリリースボタンを押して外して持ち歩くみたいな感じかな。でここにサイドのネジを締めると球自体が完全に固定されるんで、まあ、ロックを外そうがないでしょうが動かないという感じのものですね。なんかいい出来ですね。このブラケットについてた純正のシューは多分ロックがかかるんですけど、まあ、多分自分で用意したブラケットというかプレートはロックかからないですね、当然。というかもうこのネジが頭が出てる時点でそもそもダメなんじゃないかな、これいけるのかな、ダメですね。まあ、なんでアルカスイス互換とはいえ、結局この部品は純正じゃないとロックもかからないし付けられないっていう感じにはなっちゃうかな。まあ、この抜け止めのボルトを取っちゃえばいけるのか。はい、やっぱりあれですね、アルカスイス互換とはいえこっちのバックルの方にこの純正のプレートはつくんですけど、やっぱりちょっと社外品のプレートは無理やりつけようと思えばつけられますけど、なんか使えるレベルではないですね。逆ならありかなって感じですね。このバックルについている純正のブラケットは、まあ、問題なく使えるんですけど、これを他のアルカスイスのプレートの方に使うっていう感じの方が正しいかな。私の中ではこのアルカスイス互換って書いてあったんで、アルカスイスのプレートだったら全部これ大体対応してるのかなと思ったら、まあ、つけれないことはないけど無理やり感がすごいっていう感じですね。そうですか。まあ、あれなんですよ、今回これ買ったやつは、まあ、これスモールリグなんですけど、スモールリグとまあ見た目ほとんど同じアルマイトの感じの塗装で、これ2000円なんですよ、激安ですよね。まあ、このプレート自体が大体500円とか600円することを考えると、これが2000円って激安だなと思って買ったんですけど、使い勝手は悪くないですし、ちょっとさっき言ったみたいに、まあ、内側にちょっと裏に構造上スプリングとかいろいろ入ってるネジがあるんですけど、このネジがね取れるんで、ここはちゃんと締めとかないといつかやらかすんじゃないかなって気がするので、ここは締めた方がいいですっていうのはありますが、物としては全然悪くないですね。ただまあちょっとこれをいきなり本番使用するのも怖いんで、まあ、車の中でベルト状のものと重り状のものをちょっとこのプレートに取り付けて振動試験して振動試験して問題がないことを確認できたら、実際の外で運用するっていうところにちょっと持っていこうかな。まあ結構いろんな人見てると、このタイプの中国系のブラケット買うと急に突然カメラが落ちてみたいな話がよくレビューとかに書いてあるんで、いきなり本番使用するのもちょっと怖いなということで、一回ちょっと車の中で耐久試験をやってから本番に持っていこうかなと思います。はい、構造上はこんな感じで、ここにあのクイックシューを押し当てるためのプレートを出し入れするためのネジの構造と、ロックを解除するためのレバーがあって、ここはそれぞれ多分バネが入ってる感じだと思うんですけど、もうこの蓋は開けることがないので、とりあえず今回は止めてしまおうかなと思ってます。こういう作業の時に使うのって、あのネジロックってネジを止める専用の接着剤があるんですけど、まあ、正直ですね、あのネジロック剤が私も今手元にパッと見つからなかったから、まあ使うのやめたんですけど、結局取れないんですよ、言い方悪いですけど。もうなんて言うんだろう、接着剤としてはネジを止めるための接着剤とは言われてるんですけど、別に外す手段があるかっていうと、まあ、瞬間接着剤とかと同じで、なんか結局バーナーで炙ったりとかしないと取れないとかっていう風になっちゃうこともあるので、少量だけつけてある程度の衝撃が与えられた時にパッと取れるようにしておくのか、もうがっちりつけて動かなくてもいいよっていう風にしちゃうのかっていうのは、いろいろな方法があるんですけど、代用できる方法としてですね、1個は瞬間接着剤ですね。まあ、これとネジロックってほとんど変わらないと私の中では思ってるので、もう瞬間接着剤止めちゃってもいいのかなっていうのが一つと、あとよく使うのがあれです、あの木工用ボンド、ビニール系の木工用ボンドなんかはネジロック剤の代わりに使う人って多いですね。ただ木工用ボンドの欠点は、まあ、水分によってまだ溶けて元に戻ってしまうことがあるので、水で濡れることがあるものに対してはあんまり接着剤としての意味をなさないというか、乾いている状態だと止まってるんだけど濡らすとダメみたいな、そういうところがあるので、今回はちょっと瞬間接着剤で軽く止めてしまおうかなと思います。まあ、私の動画なんか特によく出てくるの CNC とか 3D プリンターとかって、どうしてもあのアルミフレームに対してボルトとかナットで止めることが多いと思うんですけど、機械の構造上振動するものなので、どうしても振動した時にネジがいろいろ緩んできて、いつの間にかのキャリブレーションしてたものがずれてたりとか、そういう問題が起こりがちなんですけど、難しいのがですね、初めの組み立ての時に
これなら確実に大丈夫っていう状態で組み立てられたらいきなりそこで止めてしまえばいいんですけど、 3D プリンターとか CNC ってなかなか調整っていう過程を挟もうと思うと初めにしっかりネジをいきなり締め付けられないっていうのがあるので、ここは絶対動かすことがないやっていうところ限定にはなってしまうんですけど、まあ、ちょっとずつネジロック剤とかこう瞬間接着剤で動かさないところはネジを止めてしまうみたいな感覚でやっていくと後々トラブルが少ないですね。難しいですけどね、ネジなんでいつか外したくなることもあるよなと思って使うのが普通だと思うので、ネジを接着剤で止めるなんてって思ってしまうんですけど、接着剤でくっつけてしまっても後々わざわざ外すことってないというか分解しなきゃいけない部分のところに関してはちょっと使えないですけど、まあここって分解することないよねっていうところは接着剤とかでくっつけてしまって、どうしても外したくなったらこのネジだったらもうネジの頭にハンダゴテ当てて炙って取るとか、まあガスバーナーで炙ってもいいようなもんだったらもうガスバーナーで炙ってしまってもいいんですけど、まあ私の場合は基本的にもうネジって使わないところは止めてしまうことが多いですね。まあ仕事とかでもよくあると思うんですけど、アルミのフレームを使ってなんか作ってあるジグとかそういうのってどうしても輸送するとね、現地に着いた時に箱の中にネジがね何本か落ちてるんですよ。まあ金属同士のネジっていくらしっかり締めといてもいつかは緩むって思っておいた方がいいかなと思います。まあ、ちなみに今勝手に開いちゃったんで、なんか見るとこんな感じですね。削り出しのアルミが入ってるだけなのでバネすら入ってなかったですね。すげえな、こういうのが2000円でできちゃうのか、それがすごいです。売り値がこれは2000円で売れちゃうっていうのがもう感心しかないですよねなかなかこういう商売ができる中国ってのはやっぱ素晴らしいなと思いますよ、ね、日本だとどうしてもこういうアルミでできてるとかっていうだけでなんかプレミアムの価値がついちゃって安く作るなんて発想には多分ならないと思うんですけど、まあこういうトラブルが初めに起きてさえくれればどこが悪いかっていうのを把握することもできるんで、まあ、ある意味中国様様って感じですよねこれ初めにこれ開封した時にネジが外れてなかったらこのネジって緩むんだって思わないと思うんで、大体そのまま使ってやらかしちゃうパターンだと思うんですけど、まあ、品質の観点で良くも悪くも初めから外れててくれるとあ外れるんだって、中国品質っていうものに対してどう捉えるかは人それぞれだと思いますけど、こういう商品買っていきなり箱の中にネジが転がったりとかすると日本人ってひとまず返品とかしちゃいますよね、交換とかまあ製品としてそれはどうなのっていうのはあるので、確かにその考え方は間違ってはないと思うんですけど、全てが完璧なもの商品なんて世の中に存在しないと思うので、そのあたりに対してどう考えるか人それぞれですけど、私なんかはもうこういうふうに初めからネジが外れたりとか、もう組み立てる前の状態にしといてくれたりとかすると、まあどこが悪いかっていうのが自分の中で把握できるので、実際に使い始める前にこうしといた方がいいなっていう予備の保険が張れるいい点でもあるかなと思ってるんですけど、よしこんな感じで本領発揮する感じの状態になってるはずなので、あとはもうこのアルミのクオリティにもよると思うんですけど、こういう抜け止めのストッパーの爪がポキッて折れたりとかさえしなければ使えるもんなんじゃないかなっていう気がするので、なんか私がちょっと使えるようにしてあげたみたいな空気になっちゃってますけど、まあ、中国製品に対してはそういう割り切りも必要かなと思いますね。ピークデザインっていうところが、まあ、これの本物版みたいなやつを出してて、ピークデザインキャプチャーっていうアダプターがあるんですけど、まあ、それを買うとですね9000円するんですよ。使い勝手がどうこうっていうところは確かにあるにしろ、クイックリリースっていうかプレート自体のクオリティと、まあこれをショルダーバッグにつけてプレートを付け外しするっていう行為自体がそこまで不満に感じないんだったら、ピークデザインのやつを買わなくてもこの2000円ので十分かなっていう感じがしますね。まあ、細かいところで使い勝手の良さ悪さっていうのはあると思うんですけど、このクオリティが2000円で手に入るんだったら僕はそれでいいかなと思っています。なんかユーテビットかな、ウテビットかユーテビットか分かんないですけど、ここもなんかそういうマウント系のアダプターをいろいろ出していますね。あれらしいです、前回これ買った私のこのプレートもこの同じメーカーでした。ユーテビットっていうところのものだったんで、だったら互換性がないとまずいよなって気もするんですけど、まあ、同じところのブランドのやつを買った割には相互互換性があるという感じではないという残念な結果ではありますけども、ここのやつって意外と悪くないなと思いました。私なんか結局何種類か買ってるんですけど、クオリティ的には満足のいくクオリティですね。なんか昔だとこのアルマイトの塗装なんてしてなかったような部品な気もしますけど、なんかもう最近は全然値段に対してのクオリティの低さっていうのは感じないのでいい感じです、というのがまあちょっと今回のクイックリリースシュープレートに関するお話でした。まだ実はちょっと他にもあるんですけど、ちょっと今手元にあるのはこれだけなので今回はここまでで終わりたいなと思います。